皆さんこんにちは。スマホのコンシェルジュです。今回はアカウント作成時の注意点についてご説明します。スマホで様々なサービスを利用すると、その度にそれぞれのアカウントを作成すると思いますが、ID やパスワードの管理はできていますでしょうかアカウント関連の基本的な内容から、Google アカウントや Apple ID の確認方法、 それぞれのパスワードの再設定方法などについて解説していきますので把握されていなかった方は一緒に確認していきましょうまた Google アカウントや Apple ID は機種変更の際にも重要になってくるのでその点も踏まえて理解しておきましょうそれではよろしくお願いいたします講座の詳細としてはまずはじめに アカウントについて、次にアカウント関連の品質用語、Web メールのすめ、Google アカウント、Apple ID のパスワード変更、以上の4項目でお届けいたします。このチャプターでは、アカウントについてご説明していきます。アカウントとは、 個人情報を登録することで特定のインターネットサービスが利用できるようになる権利のことですイメージしやすい言葉で置き換えると会員証になりますまたサービスを受けるのに必要な個人情報を登録する作業のことをアカウント作成と言いますわかりやすく言い換えると会員登録手続きのことになりますサービスによって 入力内容に多少の違いはありますが基本的には名前、電話番号、メールアドレスが必要になります。また個人を識別するのにパスワードを使用します。電話番号については初めは必要ないところも多くありますがセキュリティの向上や利便性の観点から携帯電話の登録があった方が便利であるのも事実です。 近年、ワンタイムパスワードとして、携帯電話番号を使ったショートメッセージによる本人確認をするサービスが増えてきています。当然ながら、スマホを利用するのにも、アカウントの登録が必要になります。スマホの購入時に設定するアカウントは、主に2種類で、1つは、ドコモ、AU、ソフトバンクなどの 通信事業会社が発行しているアカウントですこのキャリアアカウントを登録することで自分の契約情報や毎月の請求額、データ量、ポイント保有数などを簡単に紹介できますもう一つはそれぞれの本体の基本となるソフトウェアを作っている Google もしくは Apple が発行するアカウントがあります アンドロイドなら Google アカウント iPhone なら AppleID を作成しますこのアカウントはキャリアアカウントとは異なりアプリをダウンロードしたり iCloud や Google カレンダーなどそれぞれのサービスを使用するために必要なアカウントです上記のアカウントにスマホの中のさまざまな情報が紐付けられていて 最も大事なアカウント情報になるので ID とパスワードをしっかりと把握しておきましょうインターネット上のサービスのほとんどはアカウント登録時に ID とパスワードが必要となってきますログイン画面という個人の情報とサービスを紐付けるための入力画面にその ID とパスワードを打ち込むことで本人確認ができ サービスが使える仕組みとなっていますこれら ID とパスワードを必要とする理由は本当に本人であるかどうかを確認するためですアカウントは様々なサービスで必要で管理するのが大変だと感じる人も多いはずしかしアカウントを作成するために必要なユーザー ID とパスワードは 個人を識別すする重要なものですそのため他人からは分かりにくいものに設定しておくことが大切です現実世界でも会員登録手続きは面倒なものではありますがアカウント作成をするとどのようなメリットがあるのでしょうか。最も便利な点はは複数デデババイイススででの共有ですデバイスとは 一般的にスマートフォンンやパソコンなどのの電子機器のことを言いま,すまた会員情報がインターネット上に保管されているので通信環境さえあればどこからでもアクセスできる点です例えばパソコンでカレンダーの予定を変更するとスマホのカレンダーアプリに登録されている予定も自動で修正されますまた パソコンで Google フォトを開けば、スマホで撮った写真がそのまま見られるので、わざわざスマホから手作業でデータを写す必要もありません。万が一、スマホが急に紛失、故障しても、登録していた Google アカウントさえ覚えていれば、連絡先、メール、カレンダー、写真などのデータを簡単に取り戻すことができます。 こちらでは一つのアカウントを作成すると同一のアカウントで複数のサービスを利用できるサービス例をご紹介します1回の会員登録手続きで様々なサービスを受けられるのでどれか一つでも利用するようであればぜひ登録してみてください Google アカウントについては全ての基礎になるメールアカウント Gmail から始まり google マップ検索翻訳フォト youtube など google のすべてのサービスが同じアカウントで利用することができます apple については iphone や mac ユーザーは必ずアカウント開設をする必要がありこちらも複数のサービスを同じアカウントで利用することができます yahoo や 楽天も同様にしてそれぞれに紐付くサービスが利用できますこのチャプターではアカウント関連の品質用語についてご説明します ID とはそのアカウントの会員番号に相当しますアカウントの名前とは異なります原則として同じ ID が存在しないことが大前提なので メールアドレスを用いいるところが多いですもしくは各社とも独自の重複しない英数字を組み合わせた ID を付与するところもありますそれではスマートフォンの契約時に最初に開設する Google または Apple 社のアカウントを確認してみましょう Android 端末をご利用中の方は携帯を購入した段階で原則 Google アカウントを作成しています Google サービスのどこからでも確認できますが今回は「プレイストア」のアイコンを探して選択してみましょう次に表示されている画面の右上に小さな丸いアイコンが確認できると思いますのでそちらを選択してくださいそうすると Google アカウント つまり Gmail のアドレスが確認できると思います次に Apple ID の確認をしていきましょうまずはホーム画面上より本体設定を選択してみましょう次に設定内最上部のユーザーネームの項目を選択してください Apple ID の画面が表示されたら上部に ログイン中のアップル ID のアカウントが記載されていますパスワードはそのアカウントが自分のものであるということを証明する暗証番号ですこちらは他人の侵入を防ぐ鍵にもなりますので取り扱いには十分にご注意してください他人には絶対に教えないメモを取った場合にも 管理には十分に気をつけましょう。こちらではパスワードを忘れてしまった場合の一般的な対処方法についてご説明します。パスワードを忘れてしまった場合には、基本的にはパスワードの再設定をすることになります。設定方法としては各サービスほとんど同じですが、ログインページの下の方に、 パスワードを忘れた場合のような文言が記載されていますこちらは選択できるようになっているのでこちらを選択してくださいそうするとパスワード再設定のためにメールアドレスを入力する画面が表示されますメールアドレス入力欄にアカウント作成時に登録したメールアドレスを入力して入力したメールアドレス宛てに パスワード再設定用のメールが送られてきますそちらのメールから新しいパスワードの設定ができるようになります登録したメールアドレスを覚えていないと少々面倒になりますまたアカウント作成時にキャリアメールを登録していると迷惑メールフィルタの設定によっては再設定用のメールがブロックされてしまうので アカウント作成時はキャリアメールのメールアドレスで登録するのは避けた方がいいかもしれません次にログインあるいはサインインとログアウトサインアウトについてご説明しますアカウントを新規作成後にそのサービスを利用するためにはログインをする必要があります会員制の事務を利用する際に 受付でで会員証をを提示すするののととと一緒ですこのことをログインと言いますまた一度ログインするとログイン状態を保持したままにしてくれるサービスもたくさんありますので毎回パスワードを入力する必要はありませんただし金銭にまつわるサービスなどはアプリを閉じてしばらく経つと自動でログアウトして アプリをを起動すするるたびにパススワーードを求められるケースがあります数ヶ月に一度再度ログインを求められるケースが多いのでアカウント関連のパスワード忘れは非常に多く極力 ID とパスワードは覚えておくようにしましょうこのチャプターでは Web メール利用の進めについてご説明します それではまずはじめに Web メールについてご説明します Web メールとはインターネットに接続していればログインまたはサインインすることでどこからでもメールの送受信が利用できるサービスになります Web メールはクラウドサービスの一種でメール本文や電話帳などのデータをクラウドに保管しているため機種変更したりパソコンを買い替えても ログインするだけでいつでも同じ状態で使えるメールになりますウェブでアクセスができるため端末に縛られずにアクセスができるという点でアカウント作成の登録メールアドレスに便利ですここではウェブメールとキャリアメールの違いについて簡単にご説明します使い道はそれぞれですが近年は企業も含め G メールを使うところが増えてきています共有できる端末はキャリアメールは原則スマホだけになります G メールなどはスマホ、タブレット、パソコンなどすべての端末からアクセス可能ですキャリアメールの厄介な部分は迷惑メールフィルターの精度があまり良くないためにパソコンからのメールを受信できないケースがあり不便に感じることも多くあります また、なな一方で Gmail などの w e b メールは携帯キャリアを変更しても同じアドレスを使い続けられるというのが一番のメリットになります近年キャリアを変える可能性も増えてきているので相対的には Gmail を使うメリットが増えてきているように思います ドコモ、au、ソフトバンクのメールアドレスはいずれも解約すると使えなくなります。これがキャリアメールの最大の欠点です。アカウント作成時にキャリアメールのアドレスを登録していると、登録したすべてのサービスでメールアドレスの変更を余儀なくされます。また、このタイミングでパスワードなどを忘れてしまっていると、 アカウント情報を引き継ぐのにに非常に苦労しますアカウント作成をする際はどの端末でも利用でき機種変更キャリア変更しても無料で使い続けられる Web メールのアドレスを登録することをおすすめしますこのチャプターでは Google アカウント AppleID のパスワード変更についてご説明します それでは Google アカウントのパスワードの再設定をやっていきますパスワードを忘れてしまったという方は一緒にやってみましょうまずは本体設定を開きます設定項目内の Google を選択します次に画面上部の Google アカウントの管理を選択しましょう管理画面に初めてアクセスすると機能紹介のウォークスルーが表示されるので 画面下の使ってみるを選択してください Google アカウントの管理画面が表示されるので画面上部の個人情報を選択しましょうこちらでは Google アカウントに登録した際の基本情報が載っています下にスクロールしてパスワードという項目を探して選択しましょう また、その下に、電話という項目がありますが、こちらに電話番号を登録しておくと、ユーザー ID としてお使いいただけます。また、パスワードを忘れて Google アカウントにアクセスできなくなった場合に、登録した電話番号を使ってアカウントにアクセスすることができます。パスワードの再設定をするために、 現在のパスワードの入力を求められますがパスワードがわからないので画面下の「パスワードをお忘れの場合」という項目を選択します。パスワードを復元するために本人確認をするための方法が表示されるのでわかる場合にはわかる範囲で入力または実行しましょう。わからない場合には「別の方法を試す」という項目を選択して 別の方法に切り替えましょう。今回は端末本体を Google 側で認識してもらえたので、はいを選択してアカウントの復元を行います。パスワードの再設定画面が表示されるので、確認のため2度パスワードを入力して、パスワード保存を選択しましょう。パスワードの再設定がうまくいかない場合、 別の方法を試すを選択していくのですがどうしてもうまくいかない場合にはアカウントの新規作成をした方が手っ取り早いことが多いですここでは Google アカウントの新規作成方法についてご説明します Google アカウントは一人でいくつも解説することができます先ほどと同様に本体設定を開いてユーザーとアカウント という項目を選択しましょう選択すると既存の登録アカウントが表示されます下のアカウントを追加という項目を選択しましょう選択すると追加できるアカウントの一覧が表示されるので Google を探して選択しますログイン画面が表示されるので画面下のアカウントを作成を選択します アカウントを作成を選択したら、自分用を選択しましょう。次に名前を入力します。名前は本名でなくとも登録可能です。ここで入力した名前は、カレンダー、YouTube、Google フォトなど他のサービスでも使用されます。名前を入力したら、次へを選択して、生年月日と性別を入力しましょう。 入力が完了したら再度次へを選択してください次に Gmail のアドレスを作成しますここでは Google 側で自動で生成されたアドレスを選択するか独自のアドレスを作成するかを選ぶことができます自分で Gmail アドレスを作成を選択しましょう Gmail アドレスはアットマーク Gmail.com という終わり方をするのでそのアットマークの前の部分を自分で決めることができます使える文字はアルファベット数字ドットで6文字から30文字以内で作成します作成したら次へを選択します最後にパスワードを作成しましょうパスワードは他人に推測されやすい名前と誕生日の組み合わせなどの 安易なものは避けま,しょうまた今度は必ず覚えておくようにしましょう確認のため同じパスワードを再度入力して次へを選択します電話番号追加の確認画面が表示されるので下まで画面をスクロールしていきましょう電話番号に関してはパスワードを再設定する際の 本人確認にも利用されるので、ぜひ登録しておきましょう。はい、追加をします、を選択してください。アカウント情報の確認画面が表示されたら、次へ、を選択します。利用規約が表示されるので、下までスクロールして、同意する、を選択して、Google アカウントの新規作成が完了です。次に、 Apple ID のパスワードの再設定方法について確認していきましょう Apple ID のパスワードを再設定するにはまず本体設定を開きますただしパスコードが有効でかつ iCloud へサインイン済みの場合に変更可能です本体設定を開いたら画面最上部のユーザーネームを選択します Apple ID の各種設定画面が表示されたら、パスワードとセキュリティという項目を選択しましょう。次に、画面最上部のパスワードの変更を選択してください。パスワードの変更という項目を選択すると、パスコードの入力を求められるので、設定済みのパスコードを入力しましょう。 パスワードの再設定画面が表示されたら、新規で設定したいパスワードを確認のため2回入力します。入力したら、画面右上の変更という項目を選択しましょう。Apple ID のパスワードを変更すると、Apple 社のサービスに対するサインイン情報をアップデートしなければならない場合があります。今回の講座はこちらで以上になります。 いかかがでしたか作成したアカウント情報は大切で特に Google アカウントや AppleID などはしっかりと把握しておくことが大事ですアカウント情報をしっかりと管理できていれば機種変更の際にもスムーズになるのでその点も踏まえて今回の講座を活かしていただければと思いますそれでは次回もまたよろしくお願いいたします動画のご視聴ありがとうございます